はいどうも J です。ニュースーパーマリオブラザーズ U パート25やっていきましょう。さあ前回の続きからですね。さあ今回もワールド Q スペシャルスター進めていきたいと思います。さあ今回はワールド Q の7からですね、10ゲーム頑張っていきましょう。さあ今回いよいよ最終回ということで、今回はもう最後のコースまで頑張っていきましょう。最後がねワールド Q の Q らしいので、なんとかね最後までやってますよ今回は。さて10ゲームが確かにいろいろいるのはあれだけど、こいつしゃ滑りでなんとかならないんかい。待って、何これ。とりあえずこう来て、待って10ゲームがいるということは上にスターコインがあるかもしれないよ。 OK、 とりあえず倒して、あれ上がなんかあれだけど、いや関係ないな。待て、上に絶対なんかあるってジュゲムがいるときは。あー落ちちゃった。待て、うわジュゲム2体なんですかそれは。そう正確に当ててくるんだよな、こいつがめちゃくちゃうざい。うわ軌道が読めねえよ。 OK、 とりあえず10ゲームを1体倒して、 OK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 、 とりあえず2枚目があった。まあこれねあれなんで中間がありませんので、待って、わあ落ちる、落ちてしまった、最悪だなこれは。まあ1回でクリアできるとはねさすがに言ってないので。じゃあ待って、ここでプロペラ使うのありかもな。はい、ここで大下落、ニューマリオ U 初めて使いました、プロペラキノコですね。まあこれはいつでもねこれプロペラでやることが、こんな風に飛ぶことができます。OK、 まずは1枚目。まあ2枚目まではねモスターコインの位置分かったんで、なんとかねそこまでローナメでいきましょうかい。10ゲームが投げてくるパイプ、そしてトゲゾウは本当に厄介だからね。なんでここが安全地帯だから、なんとかそこをフル活用。待って、ここで2体になる。待て、ダメだって。待って、オッケー、とりあえずあいつから雲を奪った。3枚目はどこにありますか。またジュゲムが増えた。オッケー、ここで雲を乗り換えて、あ、3枚目あったぜ。これはもうこれしかないでしょう。オッケー、うわあなんか P スイッチ踏んだ。なんでだろう。あ、これもうゴールだ。やったー、ワープということで、これでワールド Q の7クリアですね。意外といけるもんなんだな、こういうのって。まあ、こういうのってね、隠しゴールがないので、まあ、サクサク進めていいですね。はい、そしてまた新しいところですね。じゃあ次行きましょう。ワールド Q の8位。足元注意。鉄球の振り子。鉄球の振り子。うわ、なんで白？やばい。こう来て。はい。ここで凍らしめといて。アイスか。まあ、多分これプロペラは合わないな。はい。あーしゃがみじゃ全然あれだった。げこれ強い。まだこう来て、一旦こいつを倒して、あこいつ落ちたぞ。あーそして鉄球の振り子で倒されたやつボール。待って、ここキノコしかないんだろうな。危ない。
あーがが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 。待って、あそこにスターコインがあった。あれ1枚目じゃね？あれ1枚目という可能性が非常に高い。まあ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 、これで、なんとか、クリアを目指しますか。いけ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 。これ、チビの方が安定できるんじゃねえのか。ひょっとしたら。いけ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 。待て。こう来て。待て、これはなんとかならないね。危ねえ。ギリギリのジャンプ力。いけ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 。とりあえずこいつを落として。待って。はい。こう来て、落としたら。はい。OK、タイミングバッチリだよ。待って、危ねえ。待って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 。OK、こう来て。ここで渡って。あー、そこの鉄球見てなかった。待って、さっきとほぼ同じ場所でやられてんじゃん。ダメだ、ダメだ、ダメだ。だとしたらもっと秘策とかがあるはず。うわー、これが本当にワード Q の恐ろしさだな、これが。待って、ここは大丈夫だな。はい。いけ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 。ちなみにここがコイン。いけ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 。オッケー、とりあえずちくわブロックが復活して、はい、よし、オッケー、これであいつを落として、名前わからないけどな。いけいけいけ、あぶねえ、やばい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 、これマジで注意だぞ、これは。あぶねえ、いけ、やべえやべえ。待て、こう来て、はい、ジャンプして、気をつけろ。マジで気をつけた方がいいよ、こういうのは。はい。OK、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 OK。今、触れてなかったか？わ、次、こいつがいるわ。一旦離れて、離れるのはいいんだけど。OK、OK、OK、待って、タイミングが早すぎた！タイミングが早すぎたんだな、今のは。あー、ちくしょう。こういうことなのね。だったらもうここでドンブリを使ってしまいましょうか。よし。もうここはやるしかないんですよ、これは。いきます。まずは釣りダッシュを行って。はい。これもう慎重に行こう。なるべくキープはしておきたい。はい。こう来て、行け。いいぞ。これは。はい。OK。あいつを落としたら、行け。こう来て、いいよ。待って、一旦あいつが向こうに行ったら、行け行け行け。で、ここで一旦ストップ。うん。で、こう来て、けけ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 、これ絶対これみんなでやったら大惨事になるって。いや大惨事か。けけ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 、よし、オッケー、待って、ここまではクリアで、次ここなんだよね。うわ、ここ難しそうだな。やばい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 。ここで一旦しゃがむ。やばい、危ねえ。 OK、 うまい、なんとか流れに乗っている。ここでスターゲット。ワード Q でスタートはちょっと珍しいけどな。 OK、 ここで行って、いけいけいけ、なんとかここまで行った。いけ、こう来て高く飛ぶ。
いいよ。はい。なんとか、カイトを落として。けけ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 待って、1マス、やばすぎだろ、これ。ああ、ここは見つめてきてよかったー。けけ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 、やぶねえ。なんだ、このスイッチは。待って、スターコインがある。スターコインがあるから、こうやって、いけ。やべえ、あぶねえ。こう来て、あぶねえ、危ない。待って。どうして、行け。よし、オッケー。これ、大変すぎるだろ、これ。待って。まだ気抜くな。こう来て、オッケー。ワープ。よかった。あ、そして、99のゾロ目だ。やった。オッケー。これで花火も9発上がります。よーし。はい。ここで、スター。スターか。これ、いるのか？はい。いや。来ました。あ、真ん中、なんかあるよ。あ。お、これで先に進めるようになりましたね。はい。お、なんだ？はい。最後のコースがオープンしました。達成の印に、ファイルに4つ目の星がつきました。これ多分全こうワールド級のあれで、ね、全部スターコインを取るとあれだと思います。よーし、じゃあいよいよ本当に最後のコースですね。ワールド級の級、追いかけろ、大事な甲羅。大事な甲羅？甲羅を投げるゲームなんですか、これは。はい、とりあえずまずはここ投げて。まあまずはね、これチュートリアルみたいな感じなんで。で、こっからが本番か。はい。じゃあ、行きますの前に、待って、まず甲羅踏めない。はい。けけ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 。あ。あ、でも、いい。OK。おぉ。いいね、いいね。OK。待て、これ。あ。もう一周？もう一周して。OK。とりあえず、ここでワープ。お、またワープ。いいね。戻ってきている。OK、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 OK。危ねえ。これで見失ってたら、本当にあれだったわ。うわ。やべえ、やべえ。で、危ね。待て、この甲羅は？この甲羅はどっかで使うことってあるのかな？待て。なんかないのか？待て、一旦怖いから投げとこうけど、あー、待て、落ちてしまった。あれ？ここで途切れてる。待て、このままでは。あー、そういうこと？一旦こう来て、ちょっと再考しないと。で、この状態にして、で、あー、待って待って待って、危ねえ。待って、大事なムササビなんだから。いけ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 。こう来て、投げる！オッケー。うまいね。オッケー、これで2枚目ゲット。待って、あ、3枚目は？待って、3枚目、え、ここ？待て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 、ちょっと待って、やばいことが起きた。だったら、待って、最後の最後に、あれだけど、奥の手を使います。待って、今、充電あるかな？あ、待って、こっちが一品になっちまった。まあいいや。こう来て、はい。あ、待って、あいつ豆になってるんだった。待て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 、一旦こうして、待
待って、危ないな。2P がこっちか。紛らわしい。危ない。OK。OK、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 行った。行ったわ。OK。はい。よーし。ということで、最後、ゴールしていきましょう。OK。お、そして、今度は6のゾーン目が出た。やったー。はい。来たー。はい。ということで、はい。最後のアイテムは、なんだ？豆。結局豆なのね。わかりました。よーし。これで全コースクリア。かつスターコインもコンプリート。はい。すべてのスターコインが集まりました。おめでとうございます。やりましたね。はい。そして、すべてのコースをコンプリートしました。達成の印にファイルに5つ目の星がつきました。キノピオの家が遊び放題になりました。オッケー。これで、ニュースーパーマリオブラザーズ U、無事、全クリですね。あ、ちなみにこれ99期になってもバリオの帽子が脱げることはないんですね。それは初めて知りました。まあ、ニューマリオ B とニューマリオ2だったら帽子脱ぐんですけどね、99期にしたら。まあ、残機がマックスになったらですね。はい、ということで、これで無事、全クリしたということで、じゃあもう一回秘密の島行ってみましょうか。はい。そして、まあ、また記録が更新されてるかもしれませんからね。はい。じゃあ、見に行ってみますか。本当に。とりあえず、今の記録は？はい。これ、読むと？ああ。マリオ U の記録。もう、最終的にはこんな感じになりました。本当にスリーアップムーンって何なんだ。で、コースをクリアした回数168。で、ワンアップが出たのが55。あ、これぐらいだよね。注目なのは。まあ、とりあえずこんな風にできたのもね、最後までできた俺のね、精神やと思います。はい。まあ、こんな感じだよね、本当に。ということで。はい。これで、ニュースーパーマリオブラザーズ U。これで、もう本当に終わりですね。じゃあ最後にセーブは忘れずにしておきましょう。はい。これで、待て、間違えた間違えた。これで、ゲームをやめるで、これで、見ますと、はい。素晴らしい。これ、94ゴールで、残機99、そして星5つの状態で完全クリアになります。ちなみに、このゲームはキラキラがありませんので、まあ別に気にしなくていいでしょう。ということで、まあこれ一応ね、ファイルにはバックアップを取ってるんですよ。で、ファイル差はまあ最速クリアをしたいということで、今途中までやってるんですけどね。ということで、今回でニュースーパーマリオブラザーズ U 最終回になります。で、次回からは、ニュースーパールイージュですね。こちら結構難しいと聞いてますが、ニューマリオ U とは一体どんなやつなんでしょうか。ぜひね、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、Twitter、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。